ジーンズジーンズを男性が着用した様子ジーンズとは、デニム生地や他の綿生地でできたカジュアルなズボンやスカート。ジーンズとは、基本的には、デニム生地や他の綿生地でできたカジュアルなズボンを指す。ジーンズの生地の拡大写真ジェノバさんの、ジーンズ年齢や性別を問わず幅広い消費者に、需要されたファッション医療であり、服飾のみならず社会学の代償となることもある。 デザイナーブランドの高級品も一般向けの廉価な商品も作りはほぼ同じだが生地や縫製、部材などおしゃれかどうかを決定する上では判別することは難しく細かい違いによって多様な消費者層を作り出している。ジーンズとはデニム生地でできたスボンを指すがこのデニムの語源はフランス語のサージデニームでありニームのあやおりといった意味の表現である。 ニリムの地のアンドレイ地族が優れたあやおりの布地を作っており、布地はしばしば産地の名で呼ぶ習慣があるので、この表現のデニームだけを残す形で短縮され、デニームという表現が生まれた。また、このセルジュ・ドニリムと呼ばれる記事は、イタリアのジェノバから各国に輸出されたので、産地のジェノバを指す表現は、中世ラテン語ではゲヌアと呼ばれ、当時のフランス語では ゲーネであり、この中世フランス語、ゲーネが英語に入り、ジョンという表現が生まれた。英語では足に着用するものは、左足と右足は別にして考え、ソックスソックス、パンツパンツ、シューズのように複数型にするものが多いが、これもジーンズと複数型になっている。日本ではジーパンという呼び名がある。これは GI が履いていたパンツで、 ジーパンとなったとする説、ジーンズを日本に紹介した人物が、ジーンのパンツの意味で、ジーパンと名付けようとしたが、元の発音に近い、ジーパンを代用したとする説、ジーン生地のパンツを略して、ジーパンとなり、ジーに、ジーを当てて、ジーパンとなったとする説等がある。デニム生地製の上着は、デニムジャケットあるいはジョンジャケットである。日本でも、 1950年代から1970年代半ばまでは、デニムジャケットまたは、デニムジャンパーと呼ばれていたが、1980年代に、入ると、すっかり、ジージャンという故障が定着し、ジーンジャケットと呼ばれることは減った。ゴールドラッシュに湧く北米の鉱山で働く多くの、交付の悩みの一つは、作業中に、ズボンがすぐに擦り切れてしまうことだった。 1870年、下手屋のヤコブ・デイビスは、すでに設立されていた、リーバイス社のリーバイ・ストラウスから仕入れたキャンバス生地を、用いて、通りベッドで、ポケットの両端を補強した仕事用パンツを発売し、これがコーフラの好評を博した。ジーンズは、最初、コーフラの作業着であった。特許明細書中の図案類似品が出回ることを、危惧したヤコブは、 このリベット補強済みパンツの特許を取得しようとしたが、必要な資金がなく、権利を切磨するという条件で、リーバイ・ストラウス社に特許申請を依頼し、特許申請は1873年5月20日に受理され、このリベット補強済みパンツは、リーバイ・ストラウス社製の製品として製造販売された。このパンツがジーンズの原型である。 ジーンズを着用して働く労働者たち1890年にリベット補強済みパンツの特許は期限が切れそのアイディアは社会の共有財産となり誰でもそれを製造して良い状態となり多くの会社がリベット補強のパンツの製造販売を開始したジーンズの特徴の一つであるポケット端を補強するリベットボタン古くは同性だったが今では 新中性が多い。1900年代に入り、素材はキャンバス生地からインディゴ染めのデニム生地へと変遷し、縫製技術の進化等により1940年代には、現在のジーンズとほぼ同様のデザインとなった。1952年のジーンズの販売促進用、邪神。女性の手に枯葉などを取り除く掃除道具を持たせている。 1960年代に活躍したスウィンギングブルー、ジーンズというイギリスの音楽グループ。ジーンズを着用して鉄骨を組む作業をする建設現場の労働者たち1953年の映画乱暴者で主演のマーロン・ブランドがリーバイス 501XX を1955年の映画理由なき犯行でジェームズ・ディーンがリー・ライダーズ101を着用した。 これを見た若者が影響を受け、ジーンズはファッションとして普及していった。当時米国では反抗的な若者の象徴とみなされたため、ジーンズの着用を禁止する学校が多かった。現在では単にカジュアルウェア、カジュアルウェアの中でもかなり砕けたものとして着用されることが一般的で、 1950年のように象徴的な意味が意識されることはほとんどなくなった。ただし、一般に清掃とはみなされない。式典、格式の高いパーティーなどでは、ドレスコードでジーンズ着用者は入室禁止とされることはしばしばある。また、一部ではアメリカの象徴とされることがあり、韓国と北朝鮮の軍事境界線にある反問店ではジーンズを履いた。 韓国側からの観光客を北朝鮮が韓国はアメリカの手先とプロパガンダに利用する恐れがあるとし着用を一切許可していなかったことがある。1997年、バイエルン州警察は男女警察官の通常勤務服ズボンとしてカーキ色のジーンズを追加採用した。従来型制服のスラックスが女性警察官の体格に合いにくいことに対処したもの。 日本では1945年の敗戦後にアメリカ軍が放出した古着の中の大量のジーンズ、そして一気に流入したアメリカの映画や音楽等が普及のきっかけとなった。敗戦後の占領時代、闇市だったアメ横の店には、米兵相手の娼婦たちが客からもらった中古衣料を売り払いに訪れ、その中にあったブルーの作業スボンをその界隈では、GI パンツ、 通称ジーパンと呼んだ。日本人で初めてジーンズを着用した人物はシラス、ジローである。外交官だったシラスは1930年代にアメリカでジーンズを知り、戦後 PX で購入したジーンズ姿でくつろぐ、写真が1951年に公開され、日本中に知れ渡った。1956年、日本で初めてジーンズを 輸入販売したのは、港区北青山一丁目にあった、栄光商事である、ロカビー歌手や GS の人気グループ御用達の店として、また長きにわたって、一般客にも愛された。1957年には、輸入医療の規制が緩和され、栄光商事や大石貿易が、リーやリーバイスと販売契約を結び、大量のジーンズが日本に流入した。 国産のジーンズ生産の発祥としては、1958年に、岡山県倉敷市小島の丸尾被服が、受託生産を開始。丸尾は、学生服製造の傍ら、雨横の米軍放出品販売店から持ち込まれる、ジーンズの竹直しを手掛けていた関係から、早くからジーンズ製造に関心が高かった。1960年に丸尾被服が、日本で、 最初のジーンズの生産発売を開始。同年に千葉県の高畑法政がジーンズの A と G を生産販売した。以上、ここまでは史実上少し曖昧な部分があるので、日本の国産ジーンズの起源と確実に呼べるのは、国産ジーンズの歴史上を欠かせない全国での初ヒットモデル、キャントンである。キャントンは1965年に丸尾被服が、 アメリカの中古ジーンズを販売していた大石貿易と取引のあったキャントンミルズ社のデニム生地を開国内で生産発表したジーンズの名である。大石貿易はいち早くアメリカ産デニムの独占輸入権を取得しており、1964年にジョージワシュの布地会社キャントンミルズをパートナーに東京工場で日本市場向けジーンズ、 キャントンを作り始め、その西日本での製造販売契約をマルオと結んだ。当時の日本人には肌触りが悪くご厚くジーンズは受け入れられなかったため、マルオ被服はワンオッシュという現在のジーンズ生産に重要となる技術を世界で初めて採用し、現在の日本製ジーンズだけでなく世界のジーンズ技術の礎となった。当初、マルオのワンオッシュジーンズは 洗濯済みの商品を並べることに抵抗のあった百貨店からは拒絶されたが1967年にマルオがビッグジョンのブランド名で米国コーンミルズ社のデニムを使った国産ジーンズをデビューさせると値段の手頃さもあって好調に売り上げたその後1971年には1500万本のジーンズが売れ 1973年には4500万本と日本国内のジーンズ市場は急拡大を見せた。一方で1970年に米国で布地の輸出が規制され、さらに1971年のニクソンショックによる円高でアメリカ産デニム生地は品薄価格高騰となり、クラボは広島の貝原と組んで国産デニムを開発。 アメリカ産と遜色内出来に、米国リーバイスからも発注を得た。1972年には、リージャパン、ラングラージャパンが設立され、日本ブランドもビッグジョン、エドウィン、ボブソン、ジョンブル、キャピタル、ベティスミス、バイソンなど、多数で揃い、1970年代半ばには大手3社だけで300億円近くを売り上げる、市場規模に成長した。 現在の日本でのジーンズ生産量一位の地域は岡山県である。1970年代以降は男性のみならず、若い女性もジーンズを履くようになった。1977年に大阪大学でアメリカ人講師がジーンズを履いた女学生を教室から退出させたことから、反大ジーパン論争が起こった。この論争は、ジーパンは作業着で、 女性には、似つかわしくないという講師と、ジーパンはもはやファッションの一部という女学生の主張が、真っ向から対立し、最終的に講師が反対を去るという結果となった。1980年代には1950年代の、リーバイス501など、ヴィンテージジーンズのブームが始まり、アメリカの古いジーンズが大量に輸入され、1990年代には、 数十万円を超える効果で取引されるまで沸騰した。それに伴って、ヴィンテージモデルを再現した新しいジーンズのリリースも始まった。1980年に、ビッグジョンが日本初のセルビッジデニムを使ったビッグジョンレアを発売。売り上げ的には失敗したが、そのセルビッジデニム開発を手掛けたクラボーはその自社デニムをフランスのブランドに販売。 このフレンチジーンズをきっかけに、1987年には、リーバイスジャパンは、クラボーのデニムを使って、自社の1936年型 501XX のレプリカモデル 701XX をリリースした。大阪アメリカ村では、後に、大阪語と呼ばれる5つのショップが、相次いで、レプリカジーンズやビンテージの風合いを持つジーンズを、相次いでリリースした。 なお、セルビッジデニムを復活させた、クラボーはその後も開発を続け、1985年に大量生産時代以前の村井島を現代の技術で復活、セルビッジデニムでは日本は世界をリードするに至った。こうしたヴィンテージにこだわるレプリカジーンズは世界的となったが、2007年にリーバイス・ストラウス社が日本のジーンズメーカー10社以上を 商標権侵害で訴える騒ぎがあり、レプリカブームは過ぎ去った。セルビッチデニムを使った、高額なプレミアムジーンズのブームも終わり、2009年には、GU が990円のジーンズを売り出し話題となった。インディゴ染めのデニム生地が使用され始めた理由として、蛇や虫よけの紅葉を上げる説がある。しかし微量ながら、ピレスロイドが含まれている天然愛には、 ある程度の除虫効果があるが、不純物のない純粋インディゴには、そのような効果はない。また、インディゴ染料にまつわる俗説として、昔のジーンズには、天然インディゴが使用されていたというものがある。事実は、1900年代の初め頃より、インディゴ染料は、化学合成されたものがほとんどであり、ヴィンテージジーンズはすべてこの合成インディゴで、染色されていた。 この説は1990年初頭までは雑誌や古着マニア等の間で誠しやかに流布されていた。逆に現在では高価ながらも少量生産のメリットを生かした天然インディゴ染めのジーンズがいくつかのメーカーから製造販売されている。2008年9月14日に日本テレビで放送された世界の果てまでいっての企画で ジーンズを履いてるとガラガラヘビに噛まれないって本当なのというテーマで、東ず博と、福井みなが、アメリカ合衆国のテキサス州に赴き、東が、天然インディゴソメのジーンズを履いてガラガラヘビ10匹が、いるセットを通過すると、当初は襲ってこなかったが、結局飛びつかれた。また、2009年5月23日放送の、ところさんのメガテン。 では合成インディゴ染めのジーンズだと噛まれたが、天然インディゴ染めだと噛まれないとの結果が出ていた。ジーンズが店舗で積まれた状態、オンスという単位で表され、ジーンズ1本の重さではなく1平方ヤードの生地の重さを表したもの。1オンスイコール28.3グラム弱。1平方ヤードイコール0.84平方メートル。 一般的には14オンスほどの厚みが多く、しなやかな履き心地がある。厚いほど生地は硬くごわごわし、馴染むまで時間がかかる。その硬さは洗濯して天日干しすると、壁に立てかけられるほどである。まさに丈夫で破れにくいのだが、夏場は非常に暑い。過去、1980年代に、リーバイスジャパンが15オンスデニムのモデルを販売していた。 一方、作業着ではなく、ファッションアイテムとしてのジーンズでは12.5オンス、11オンス、などがある。ベルボトムスキニージーンズダメージジーンズの一例。ジーンズにダメージ加工を加えることをダメージパンツという。ダメージパンツは、ももや膝にわざと裂け目を入れたジーンズのことを指す。地股ではボロボロジーンズ、穴開きジーンズと言われている。他にもダメージデニム。 クラッシュデニムと言われる故障されている。英語では、リプトデニム、リップドデニムといい、リップドは、裂いた、切り取ったという意味。ダメージジーンズを自分で作ることも可能。わざとヤスリやナイフで傷をつける、何度も、洗濯機で洗う、漂白剤で浸す、剥ぎ当てをする、刺繍を入れる、弾根状の穴を開けるなど様々な方法で、ジーンズにわざとダメージを与え、 個性的なジーンズを作る者も,もいる。この作業をダメージ加工という。最初から自然な色褪せを作ったり、破いたりするなど、ダメージ加工を施す見せないし、メーカーもある。ダメージ加工はデニムの生地を傷めるため、通常のジーンズよりも耐久性が落ちる。手作業による元祖はビッグジョンである。 ほとんどのアメリカやイギリスの先進国の学校そして日本にある各インターナショナルスクールではドレスコードのルールに従ってダメージ加工の加わった加工のジーンズを着ることが禁止されているダメージパンツを学校で着ることは不適当とされているしかし生徒間の間では個性の主張を制限していると反対の声もあり ドレスコードのルールにダメージパンツを加えていない、学校も存在する。ケミカルウォッシュのジーンズの一例。ケミカルウォッシュは、洗剤と砂利台の樹脂肪などを共に洗濯機で撹拌する、通したダメージ加工の一種で、日本では1980年代後半に流行した。一般的なファッションシーンにおける流行が一巡し、終焉を迎えると、 ケミカルオッシュの特徴的な質感が、サシの入った牛肉のそれに酷似していることから、霜降りジーンズなどと呼ばれ、時代遅れのアイテムとして部別的に扱われるようになったが、2010年代以降の80年代、テイストファッションが流行すると、十代向けの商品として再流行した。ジーンズも衣服であるので着用しやせ、皮脂などを吸い込んだり汚れ、 ほこりが付着した後には洗濯するのが一般的であるが、生地の表側が洗濯機の内側にすれて痛むのを嫌い、洗濯時には裏返すこともある。また、洗剤の中には蛍光剤や漂白剤が入っている場合があるので、色落ちを防ぐためと考えて、それらが含まれていない洗濯石鹸や中性洗剤を使用するものもいる。それらを含まず、 ジーンズ専用と謳った洗剤も売られている。洗剤類を入れず、水洗いで済ませるものもいる。なお、実は、ジーンズの色落ちは、洗濯よりも、むしろ日光に当たることによるところが大きい。それを避けようと、裏返しに干したり、陰干しするものもいる。中には、色落ちや、不格好なシワができるのを嫌うあまり、洗濯しないものすらいる。ジーンズは、 お尻側のベルトと押しあたりに製造、販売する会社やブランドを表示するタグが付けられているものが一般的である。日本三大ジーンズブランドその他の日本産ジーンズブランド、ありがとうございます。